こんばんは、オール阪神です。花脇かの子です。さあ、4月からこのビッグフィッシングもね、はい、リニューアルいたしまして、はい、セットが変わりましたですよ、ね、高いんですよ。こんなハリボテのように見えてますが何百万とするんですよ。そうなんですね。でもめっちゃ明るくなりましたね。あ、そうですか。やっぱりマイク暗かったですか。いいえ、そんなことないですけど。前はオサレンジが多かったですからね。いえ、そんなこと言うと怒られますが、まあ、3LDK のね、かっこの絵ね、なんか東京にありそうななんかマンションみたいな感じの、ね、結構家賃高そうですね。そうですね、はい、まあ、それよりか何が変わったというのは、私の横に座ってる、はい、よう帰ってきましたな。いえ、新しくアシスタントを務めさせていただきます、はい、門脇かの子です。さあ、この番組ね、出ていただいたのは何歳の時でしたかね。15歳とか14歳の時だったと思います。朝の6時以降でないと仕事したらあかんかったんですよね。そうなんです。だから5時55分からはカメラ回せないから、はい、年齢でね、カナちゃんの取材の時はカメラもずっと6時のピーって言って、それからやっとカメラを回していいという。そうですね。で、今おいくつになったんですか。今もう19になりました。あら、まあ、あんたね、まあ、魚で言うたらハマチがブリになってあんた帰ってきてくれました。ありがとうございます。お待たせいたしました。いやいや、何おっしゃいますら、まあ、釣りのことならお任せですからね。はい、いえ、そんなことないです、いいですよ。これからこの番組におったらどん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 釣りに行きますから。はい、もちろんです。 もっともっと釣りに行こうと思います。そうですか、はい、でもあれでしょ、怒られるでしょ、吉本から。吉本というか、はい、NMB から。いや、もう NMB はもう卒業したんで。あ、もう何もないの。はい、もう何もない、もう何でもありです。ほんならもう別にデートしようが、はい、何しようが、何しようがもう私の勝手ですね。何しようがって、そんな言い方はやめてください。後でマネージャーにまたそれはダメですと怒られますね。また3月までやっていました鈴宮さんのチャレンジフィッシングが継続しますが、はい、それに加え新たに私門脇にもこうチャレンジしてほしい釣りや魚についてどんどん番組のホームページにお寄せください。今後お楽しみに。えらい急に元気出たな。声がえらい張りが出たな、はい、ちょっとどんどんちょっと送っていただきたいなと思って。自分のことになるとものすごい声がものすごい大きくなった。ちょっとそんなことないですよ。そうですよね。そうやな、平和さんね。いや、でもそれ小さかったのにアップしましたよね。アップしましたよ。人のことはどうでもいいんですか。そんなことないですよ。そんなことないです。いや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 、どん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 やってください。お願いします。はい、はいはい、ということでございましてね、はい、まあ1時間はい、どうでした、リニューアルしてね。いや、こう、はい、今まではこう、うん、ゲストとして、はいはいはい、阪神さんの隣に座らせていただいたんですけど、うん、まあ、今回からはアシスタントとして、はい、結構こき使われるでしょう。いえ、そんなことないですか。いや、でもこう、うん、決まったことをどん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 言って、こう、はい、番組のこう、うん、大事な一部に慣れてると思うと本当に嬉しいですし、そうですか、はいはい、これからもどんどん釣りについて勉強させていただきたいなって思います。釣りにも大手振っていきますからね。はい、そうです。今まではNMB におった頃は、はい、あんまり日焼けしたらあかんとか、やっぱそんなの言われてたんですか。やっぱちょっとありましたね、日焼けの部分とか。風邪、釣りに行くダメって言われてるでしょ。ありましたけど、でも今はもうそんなんは何もないですから。どん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 釣りに行って日焼けして。いやいや、そうなんですよ。もう、ね、なるほど、恋愛はあかん、はい、ほんでもう完全看護とか、はいはい、もうメイクさんが横についてね、はい、ほんで男のマネージャーがビタッとついて、はいはいはい、忙しいんでしょ。ありましたね。もうこれはまたすぐ東京帰るんですか。はい、東京に帰ります。仕事ですか。そうですね。そうですか、はい、僕聞いてくれますか。あ、阪神さんは、3点の弁当持って家で食べます。私も帰りの新幹線で食べます。あ、そうですね、これは、はい、さて、平和さんね、先ほどちょっとまあ CM の間に、はい、忙しいねでスケジュール来たらびっくりするで。え、すいません、ちなみに今日これ終わります。はい、はい、で今後のちょっとスケジュールをちょっと教えていただけます。明日の朝には、はい、香港へ飛びまして。香港行くんですよ。香港、遊びじゃないですよ。いや、遊びじゃないです。買い物じゃないですね。買い物ではないですね。ね、向こうでフィッシングショーがありまして、はい、まあ、磯釣りとかも大人気なんで、はいはい、香港で4日間、4日間、はい、はい、釣りの仕事しまして、はい、やりました。帰ってきた次の日にはもう和歌山に入ってるんで、和歌山で番組の撮影をしまして、香港でチーハウイーンチータンポアンウイーン言うて、ほんで和歌山へ帰ってきたら、おい、香港行っとったんかよ言うて、あらええとこやよって言われて、和歌山へ入ります。そして、はい、終わり次第また台湾へ飛んで、今度台湾へ、はい、はい、その後多分四国へ入る。でそのまま四国へ、はい、飛び回ってますね、いろんなところね。全部釣りですもんね。魚釣りです。もう、はい、遊びはもう何にもないんですよ。ないです。まあそれも僕の人生の遊びみたいなもんですけどね。いやー、しかし例えばね、遠征なんか行くでしょ、はい、ほんなら、まあ、飛行機でいいかな。もうほとんど基本は車ですか、自分の。そうですね、動ける範囲は、はい、荷物が多いので、
そうですよね、はい、だもう車にはもう自分の宝物ですから、全部入ってんのは大量に、うわそれね、見せてもらったらよかった、あの車の、ね、車種を映しませんよ、はいはい、その中を、はい、どんなもんが、ちなみにどんなもん入ってるんですか、まあまあ、いやもう全ての追加できるように全部入って、全部入って、磯沢は何本ぐらい入ってますか、どうでしょう、25本とか、まあ、ルアーゾーンも入ってるんで、もうそうですか、とんでもない数です、あの、はい、そうなんですよね、もうとりあえずその車の中のもんさえあればどんな釣りでも、まあ、一応できます、はい、対応できるようにできます、そないなんで、僕も自分の宝物の部屋やねんね、もう一緒に、全て一緒に移動します、ね、そうそうそう、で、まあ、くちゃくちゃになってても、うん、自分では分かんねんね、重りはここ入れてやる、はい、何が入れてやるという、ほな、まあ、例えば飛行機で移動の場合はどうするんですか、荷物は、うん、一緒に動くのが一番いいんですよ、天候急変がありますから、だから、はい、九州行きました、わほんで、はい、荷物送ってます、はい、天候急変で、取材が間に合わへん、場所が変わるってことになって、はい、荷物だけ先に行ったり、違うところ行ったりしてるんで、そうかそうか、ピックアップに時間がかかるので、はい、一緒にもう動くのがいいので、はい、だからよくあの伊丹空港とかでは、はい、カート2台に全部積んで、だから2台の運転、多分関西で一番うまいじゃないですか、2つこう、あれね、あれね、パラパラの、あの僕らが出る竿のね、はいはい、あのケースあるでしょ、はい、あれを肩に担いで、はい、荷物置いてこないしますけども、はいはいはい、1つが向こう行くんですよね、はいはい、そうでしょ、あれ絶対1つは向こう行くんですよ、こうじゃダメなんですね、こうなんですね、こうなんですね、縦なんですね、バレット後ろこう行ったら、はい、邪魔にもならない、2つはもうすごいおばちゃんのとこに、やったみたいなことになりますから、そうやわね、うまくこういくんですよ、いろんな面で勉強になりますね、そうですよ、本当に、あのこれからね、はい、あのかなちゃんもね、今までこう違うような人生勉強、はい、この番組を通じ、なるほどなるほど、そうですよ、はい、これから言うときよ、はい、あのおっちゃんが組んで、あれべっぴんさんって言われるんでこの番組見てるさ、おっちゃんだわ、なるほど、ね、あんたやな、4月から新しいなった。今お茶のようやも。ちゃんと言ってもらえたことがないですよ。あのスカート履いてこれでペッとあれ、あとあれはパンツ見ようになってんのかとかいろいろ聞かれて。ね、はい、本当に、いや、あのどの世界でもね、本当にあの極めを持ったら大変です。はい、ね、今なんか映画の方に。あ、そうなんですよ、はい、沖縄国際映画祭に、ああ、ほんでまた沖縄行くんですか、沖縄に、はい、沖縄行ったらね、あんた沖縄にしてやんか釣りの一つでも、そうなんですよ、はい、行けたらいいなと思ってるところです、あ、そう、はい、あの言うたらどこでも紹介してくれるよ、あ、そうですか、そうですよ、はい、もうこれから季節的にいいんじゃないですか、そうですね、1月2月あれでしたからね、やっぱり4月5月、ね、はい、沖縄も行かれることはあります、あります、あります、なるほど、はい、ということでございましてね、またあのいろいろ大変だと思いますが、あ、どうでもないです、体は大事でございますから、はい、健康に気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、今日は初回頑張っていただきました、はい、はい、それではまた来週でございます、さよなら。この番組は一番エイトグループと御覧のスポンサーの提供でお送りしました。